さあこの試合はワンマッチで行われることになりました。繰り返しお伝えしていますが、セーナが規定体重をオーバーしたため、この試合に関してはワンマッチ、トーナメントは失格ということになりました。さあ改めて、上村さん、はい、この試合、まあ、セーナ その体重クリアできなかったということがあったわけなんですけども、はい、トーナメントはですからこの陣内が決勝に進出。そうですね、はい、まあ、一旦もうワンマッチできるんで、もうあの減量のことは棚に上げましょう一回。セーナとしてもこれはもうしっかり忘れて戦った方がいいということですね、うん、切り替えた方がいいです、はい、さあ果たしてしっかりこのリング上で切り替えることができるでしょうか。陣内まどかが登場です。さあ試合が始まりました。まあそのセーナもそうなんですけど、この陣内まどかも上村さんとは縁のある選手ですよね、はい、いやそうなんですよ、私が13歳セミプロの時に3回試合したんですよね。そうなんですね。いや本当に強いですよ、うん、だまさかこんなに大きくなると思わなかったんでね、はい、プロになってから全く交わらないですけど、でも貫禄ありますよね。そうですよね、まあ、アマチュア時代には3回その対戦があったというお話ですが、はい、2勝1敗ですか。そうなんですよ、一番大事なところでね負けました、うん、最後の対戦で上村さん敗れています。そうですね、まあ、でも本当にあの同世代というのが同じ時代をこう戦ってきたというそういう思いなんかもあるんじゃないですか。いやそうなんですよ、だから本当に活躍、まあ、お互いにですけど、はい、まあ、切磋琢磨しながら、まあ、励まし合いながらやってきたという感じですね。まあ、陣内まどかもその怪我があったりして、それから年齢的なこともあって、もう戦える時間というのは限られているんだと、うん、そういったその思いから今回の大会に名乗りを上げてきました。まあ、自覚があるからこそ強いですからね、いやいいプレッシャーいいですね、うん、ローキックです陣内。まどか選手右の攻撃がすごいパンチも蹴りも強いんですよ、はい、なんでそれが当たってくると結構厳しいかなという感じにはなりますね。なるほど、まあ、でもセーナ選手にとってはもう経験だ、もう勝っても負けても絶対経験値にはなるんで、はい、思い切りってほしいなと思います。ミドルを出しましたセーナ。大阪の先駆け塾で、特訓をしています。訓練をしています。蹴り足掴んでローキック。でもセーナ選手も蹴りいいですよね。お互いローキック。まあ、福井さん、本当にこうトーナメントではなくなりましたけど、独特のなんか緊張感みたいなものがリング上ありますよね。そうですね、こういう時にどういう気持ちで戦うのかっていうのは想像できないんですけど、まあ、もう試合見る限り気合はかなり入ってますよね、はい、でもやるしかないですからね。右出しました陣内です。残りが1分を切っています。お互いやっぱ蹴りが得意なんで、はい、噛み合ってますよね、まあ、スタイル的にも似ているところがあるかもしれません、まあ、偶然にもこの、うん、おっと左出しました。なんか衣装もお揃いみたいな感じですけどね。本当にこれはもう偶然だと思うんですけど、お互いに紫のこのトランクスを着用しています。ちょっと福井さん一瞬分からなくなるときありますよね。そうですね、遠目から見ると髪型も一緒なので、はい、ちょっと分からなくなるときはあるんですけど、残りが30秒を切っています。パンチからキック出しましたセーナ。ミドルを続けて打ちます。セーナ選手の方が若干リーチが長いのか、はい、マドカ選手パンチもらってますよね、ここでゴング第1ラウンドが終了。あっという間、メタイ選手なんでマドカ選手が、はい、結構、まあ、1ラウンド目は見るのかなって想像通りですね、うん、でもなんかあのセーナ選手は思ったより動けてるんで、まあ、このままいけばいい感じになるんじゃないかなと思いますけど、まあ、その軽量のコンディションをまあ崩す場合というのもありますから、今の動きを見る限りセーナは問題なさそうだということですね、はい、まあ、セーナもニュージャパンキックでタイトルを獲得しています。実績を持った18歳です。まあ、本来であれば、ね、あのこの間ミネルヴァのチャンピオンになってイケイケなはずなんで、はい、まあ、もうあの減量のことはなしにし、うん、して、まあ、試合だけ見れば調子は良さそうですけどね、はい、第2ラウンドの始まりです。
陣内は3つのタイトルを手に入れてきました。怪我でこのリングを離れていた時期もあります。ローキック2ラウンド目どう出るかですよね。そうですね、少しギアを上げてくる可能性もあります。陣内がギアを上げる可能性があります。お前の右強いねんから、さあお互い慎重です。慎重に距離を測って、そしてお互い蹴りを出します。でもやっぱ陣内選手右ミドルが的確なんですよね、はい、うん、結構上村さんお互いやりたいことがこう似てると言いますかね。そうですね、蹴り出してパンチ出して、まあ、若干マドカ選手の方がやっぱスウェーで避けてる回数が目立つんで、はい、まあ、セナ選手からしたらあれ当たらないみたいな感じの心境になってるかもしれないですね、うん、はい、距離を測ります。右、セイナの右です。前に来るときにズバってきますね、両者いいプレッシャー、蹴り合いになりました、ナイスミドル、いいですね、ミドルからボディストレート、陣内、さあボディ、これは神村さん、はい、陣内陣営ボディ蹴っていう指示出てますね。やっぱ、まあ、多少ね、あの減量気づかったと思うんで、はい、ボディ狙われると思いますけど、でも、本人はそんなに効いてなさそうですけどね。そうですか、さっきストレートが入りました、そこから前蹴りも出しました陣内です。ワンツー、マドカ選手はもうちょいギア上げたいですね、はい、右のパンチ、セイナストレート伸びますね。そうですね、右のパンチが当たっています。構えを変えました、スイッチしました、セイナ組の展開です。もう残りが1分を切っています。第2ラウンドです。この試合3ラウンド戦ですから、そろそろいかないとというところはあります。もらったらすぐに返します陣内、残りが30秒を切っています。右、セイナ、いやー、神村さん、この右がよく当たってんですよね、セイナはね。いや、そうなんですよね、あとは結構思いのほか懐が深くて、あの、マドカ選手ミドルが思うように当たってないのかなって感じがしますよね。右、思い切れた、この右です、セイナ、組んでミドルキック、ここでゴング、第2ラウンドが終了。全然わからないな。いやでも後半いいパンチもらいましたからね、マドカ選手も、まあ、蹴りが優勢と出るかパンチが優勢と出るかって感じですよね、はい、第3ラウンドにちょっと期待したいですね、さあ第2ラウンドが終了いたしました。次がもう最後のラウンドということになります。なんかセイナ選手表情が攻撃的ですね。そうですね、いや本当に、本当はもう思いっきり戦って勝ちたいんでしょうけど、そしてこちら赤コーナーの陣内です。でもやっぱあの陣内選手はもう右のミドル あの手数が多いときは本当に優勢に見えているので、はい、まあ、最終ラウンド出してほしいですよね、まあ、陣内は先ほどリプレイでも出ましたがミドルキックよく入っていました。女子選手で少ないですかね、連打蹴れるのは、この辺はやはりムエタイベース陣内、さあ最後のラウンドです。どうなるんだろう、このラウンドでお互い決めなければなりません。最後のラウンド、お互い蹴りを出す、セナ選手のパンチ当たってマドカ選手の蹴り当たるみたいな、はい、そんな感じですね、さっきから。あの2人とも反応が早いというかね。そうなんですよね、もらったらすぐ返すんですよね、前蹴り、入ってくるところ前蹴りで止める陣内、出てきましたセイナ、連打すごいですね、ナイスミドル、さすが、蹴りを、まあ、続けます、続けて蹴れます陣内です。これめちゃくちゃ印象いいですよね、はい、ちょっとこの蹴りはセイナなんとかしたいですよね、連打ってきついですよね、連打です、また出ました、
これだけ蹴れる女子選手もなかなかいないんでね。私上村さんにキックボクシング教えてもらってたじゃないですか、はい、めっちゃ連打させられてましたけど死んでましたよね私。そうでしたか。もうめっちゃなんか要求してくるんですよ、連打連打って。すごい体力消耗して、それだけ疲れるわけですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。うん、右出します。セイナ、セイナはこの右が非常に今日当たってます。距離が縮まります。まあ、ジェナ選手は前蹴りとミドル使い分けたいですよね。はい、セイナ選手は逆にまあパンチでいった方がいいのかなって感じがしますけど、はい、ミドル、うん、ナイスストレート。下がりながらもミドルを蹴ります陣内です。うん、右当たりました陣内。出てくるところを蹴りで止めます陣内。水原選手も気持ち強いですよね。はい、さあ残りが1分切っています。残り1分切っている。おい、すごい陣内の右、右で返します。残り1分切っている。両者ここ攻めたいですよね。さあもう行きたいところです。時間がありません。勝負どころ、明確な差をつけたい。ああ、右蹴りからそしてパンチ、ナイスコンビネーション。陣内の攻撃、残りが30秒切ってる。もう一つ何かこれは印象付けたいところ。組になります、組になります。陣内狙っているか、プレッシャーをかける。さあどうだ、時間がありません。組の展開で試合終了。どうなんだろう、勝負は判定決着。最後もおかしかったですけどね。でもまあ陣内選手の蹴りの手数がちょっとまあ様子に私的には見えたかな。なんかもう手と足一緒に出てるんじゃないかぐらいのスピードでしたけどね。セイナ選手ももうなんかね、切り替えていい試合見せてくれて、うん、はい、ほっとしてます。私もこのラウンドは陣内あの右のパンチが当たってましたね、うん、そうですね、あれも印象良かったと思います。少しまあ終盤は2人とも組の展開が多くなりましたが、さあそれでは判定が発表となります。集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ佐藤30対28、赤陣内。ジャッジ秋谷30対28、赤陣内。ジャッジ原瀬29対28、赤陣内。判定陣内まどかの勝ちです。勝者赤コーナー陣内。この試合トーナメント決勝進出はすでに決めている陣内まどか、ワンマッチを制しました。ジャッジは30対27が1人、30対28が1人、29対28が1人と、三者三様となりましたが、全員が陣内まどかを支持いたしました。改めてどうでしょう、このポイントをお聞きになって上村さん、はい、まあ、結構蹴りのポイントがしっかり、うん、取れててよかったなと思うんですけど、まあ、まずはあの今日あの陣内選手ライズ初参戦なので、はい、ライズルールの試合ができたことがまず彼女にとってはよかったのかなと思います。はい、でまあ、この試合内容を踏まえて、まあ、あの決勝、まあ、どういう風に彼女があの進めてくるのかっていうのに期待したいですね。そうですね、はい、まあ、結果これで決勝進出を決め、そして対戦相手をこの後待ちます。陣内まどかです。で、まあ、私事なんですけど約2年ぶりの復帰になりました。右足の膝を、怪我して手術をしてリハビリをして、一時はもう競技人生続けられないかなというふうなところまで行ったんですけど、まあ、気持ちばっかり先走って体は全然ついてきてくれなくて、
もう一時はダメかなというふうに思ってたんですけど、今日またリングに戻ってくれてよかったです。応援ありがとうございました。で、試合内容的には正直自分が、思ってるより思った通りには動けなかったんですけど、まあ、あとはやっぱりどうしても、まあ、自分のことなんですけど復帰戦ということで正直 100% で、試合がしたかったっていうのもあります。で、ポイントマイナスポイントの差があっての勝利ということで正直、100% 喜ぶことはできないんですけど、とにかく試合ができてトーナメントを進むことができてよかったです。試合組んでくださってありがとうございました。また今日から頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。